はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、どうも、ハイチです。動画の更新がちょっとしばらく滞っておりまして、ツイッターの方をね、見てくれてる方はわかると思うんですけど、ちょっと心配していただくメールとか結構いただいてたんで、少し手短に撮っていきます。よかったらちょっとお付き合いください。で、画面の方ね、何見せようかと思って何も見せるもんなかったんで、息子の塗り絵の方をね、リラックマの映してますけど、特に意味はないんで気にしないで。先週の木曜日に、うちの子供の上のお兄ちゃんの方、3歳のお兄ちゃんがインフルエンザ A 型にかかってね。で、それが、下の子0歳なんですけど、に移すわけがいかない、絶対移しちゃいけなかったから、その奥さんと、下の子を実家に返して、自分が看病してたんですよ。その上のお兄ちゃんをね、2人でずっと生活をしてて。で、お兄ちゃんは土曜ぐらいにはもう落ち着いて良くなってね、もちろん、ちょっと、咳とか残ってたけど、熱とかは下がって良くなったんだけど、土曜の夜に自分がね、39度近い熱がまず出てしまって、で、だましだましこうなんとかやってたんですけど、いかんせんどうにもならんくて、今この声とかもそうなんですけど、で、今日、やっと自分の病院に行ったんですね。で、結果的にはインフルエンザは陰性で、インフルエンザではなかったんですけど、喉の炎症がすごくいいらしくて、そう、めちゃくちゃ 赤く腫れてるんだって、喉が。で、まあ、先週はそのお兄ちゃんの看病するんで動画が撮れなかったのと、で、土曜、日曜あたりからは 自分のこの声のせいで動画が撮れなくって、で、病院の先生が言うには、まあ多分1週間ぐらいはかかるかなと。声は戻るかもしれないんだけど、勉強動画って結構ね、みんなが多分想像してる以上に声を出すの、結構大きな声で喋ってるのね、動画撮るときって声張ってるんですけど、で、大きな声を出すともう咳込んじゃうんですよ。そう、だからそれをまず撮れるようになるのがちょっといつかわからないんですけど、ひとまず早く直して、で、治り次第またね、勉強動画投稿していきます。で、昨日の、ダラダラジオの日なんですが、ちょっとこれも喋れてこんなんで聞き苦しいと思うんでね、なんで治ったらまたダラダラジオも撮っていきますので、心配ね、いただいてメールくれた方、本当ありがとうございました。一応元気というか、そんなにね、熱はないんで、自分は元気は元気なんですけど 喉と、あとはね、こう気管が痛いというか、そう そこの部分がちょっとあれなんですけど、という感じですので、ひとまずよくします。だから動画の投稿ちょっと滞っておりますが、また復帰しますので、少々お待ちいただけたらと思います。では、みんなも体調気をつけてね。こんな俺が言うのもあれだけど、本当に特に受験生のみんなはね、体調管理一番ですので、あともう一踏ん張り、この声で言うのもあれだけど、頑張っていこうね。よし、それじゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。